ざっくり雑学。今回はゴジラマイナスワンにも登場した従順洋艦タカオについてざっくり解説するのだ。タカオは日本海軍の従順洋艦で、タカオ型従順洋艦、一等巡洋艦の一番艦なのだ。艦名は京都府の高尾山にちなむ。高尾および姉妹艦のアタゴはワシントン海軍軍縮条約によって建造中止となった天城型巡洋戦艦3番艦と4番艦の艦名を受け継いでいる。1927年昭和2年4月16日横須賀海軍工廠のガントリー仙台において妙高型従順洋艦1番艦妙高の進水式が昭和天皇行幸下で行われた。4月28日高尾は妙高と同一仙台で寄港された。同年6月23日正式に高尾の艦名が与えられた。1930年昭和5年5月12日進水式には高順皇后が臨席。式典の模様はラジオで実況された。参列者は13万人に及んだという。1932年昭和7年5月31日竣工。高尾型2番艦のアタゴは高尾と同日付の寄港。1927年4月28日同日付の命名。進水はやや遅れ1930年6月16日竣工は高尾より2ヶ月早かった。1932年3月30日就役後の新鋭従順2隻高尾、アタゴは第2艦隊、第4戦隊に所属する。1932年昭和7年12月1日降格方式艦として高松の宮信人親王、昭和天皇弟宮海軍大尉が着任する。当時の高尾艦長は沢本頼夫大佐、高松の宮の御付部官は寺岡金平中佐。高松の宮は3号庁支室を使用し、食事は艦長と共にとったが基本的には一般士官として行動したという。沢本艦長が高松の宮のため支室入り口に小型冷蔵庫を設置したところ、高松の宮の注意により艦長士官室共用となった。1933年昭和8年5月25日秩父の宮康人親王以下が横須賀軍港で各艦長門、赤城、高尾、暁潜水艦一隻を視察する。高松の宮は兄宮を案内した。秩父の宮が高尾を帰還した際の食事は高松の宮の指示により通常の士官用だった。8月25日横浜沖で行われた特別大演習での艦艦式に第4戦隊高尾、アタゴ、鳥海、マヤは昭和天皇が乗艦する戦艦比叡の具部艦として参列した。1934年昭和9年6月29日第2艦隊司令長官高橋三吉中将、機関鳥海、機下の第4戦隊鳥海、マヤ、高尾、アタゴは連合艦隊司令長官末次信政中将指揮下で行われた演習に参加。第2水雷戦隊機関中に所属していた駆逐艦2隻稲妻、みゆきの衝突とみゆきの沈没に遭遇した。1937年の日中戦争開始後には上海上陸作戦等を支援し、その後旅順から河北方面で活動する。1938年には近代化改修に入り、翌1939年に工事が完了している。1940年昭和15年10月11日紀元2600年記念行事に伴う艦艦式に従順洋艦3隻高尾、加古、古高、和尾召喚比叡昭和天皇座上の具部艦として参加する。高尾は先導艦として艦艦式に臨んだ。1941年昭和16年9月23日横須賀を出港した高尾は貨客船に衝突され浸水被害を受けた。1941年
昭和16年12月8日の太平洋戦争開戦時の高尾艦長は朝倉豊次大佐だった。第が直立する第4戦隊に所属し、南方部隊本隊指揮官、第2艦隊司令長官、近藤中将、機関、愛宕の指揮下で南方部隊本隊を編成していた。第4戦隊はフィリピン、ルソン島のリンガ沿岸上陸作戦の支援に当たった南方作戦。1942年、昭和17年、初頭はジャワ海で作戦に従事した乱印作戦。3月1日、高尾の水艇がオランダ商船を爆撃。翌2日夜、4戦隊、愛宕、高尾、和米駆逐艦ピルズバリーを撃沈。3月4日に4戦隊、愛宕、高尾、マヤ、都第4駆逐隊第1小隊、嵐、野分、ガチラチャック近くで船団を攻撃。タンカー、掃海艇1隻を沈め、オランダの貨物船2隻を捕獲し、護衛のオーストラリアのスルークやらも撃沈した。日本に戻った4月中旬には同リットル空襲に遭遇し、米機動部隊を捜索したが解敵しなかった。5月2日、中旬2隻、高尾、マヤ、アメリカ潜水艦、ドラム、逃げ撃沈された水蒸気母艦みずほの救援に赴き、乗組員を救助した。ミッドウェー作戦に向けて第4戦隊は編成を変更。第1小隊、愛宕、鳥海、第2小隊、高尾、マヤ、となる。5月20日に第4戦隊第2小隊、高尾、マヤ、は北方部隊に編入され、第4航空戦隊、空母、遊城、春陽、と共に第2機動部隊を編成してエイエル作戦。西部アリューシャン攻略作戦に参加した。第2機動部隊は5月25日に大港、または5月26日に道の区海湾を出撃し、6月4日と6月5日にダッチハーバー空襲を行った。エイエル作戦と同時に行われたミッドウェー海戦で日本軍は敗北したが、アッツ島とキスカ島の攻略は実施された。そして第2機動部隊などはアメリカ艦隊の来襲に備えた。その後、第2機動部隊などは6月24日までに一度大港機戻り、6月28日にはキスカ島への輸送部隊援護のため再び出撃した。7月14日、南東方面の作戦を担当する第8艦隊、外南洋部隊が進展され、三河軍一海軍中将が新司令長官となる。第8艦隊の機関には鳥海が指定されてラバウルへ進出。第4戦隊は事実上高尾型3隻、愛宕、高尾、マヤに減少した。8月7日にアメリカ軍がガダルカナル島とフロリダ諸島に上陸してガダルカナル島の戦いが始まると、第4戦隊もトラック白地へ進出した。8月24日第2次ソロモン海戦、10月26日南太平洋海戦参加、11月15日第3次ソロモン海戦に参加した。1943年昭和18年2月ガダルカナル島からの撤退を支援する。その後、高尾艦長は井ノ口聡平大佐に交代し、トラックを拠点に中部太平洋で活動した。7月21日に愛宕、高尾、時計巡洋艦、ながら、駆逐艦、鈴風はトラックを出発し、7月26日に横須賀に入港した。11月5日、第2艦隊司令長官、栗田武雄中将機関愛宕が指揮する巡洋艦部隊、愛宕、高尾、鳥海、マヤ、鈴谷、最上、千曲、第2水雷戦隊としてラバウルに進出。そこで米空母艦載機による攻撃を受けるラバウル空襲。高尾は2番砲塔右側付近に爆弾2発が命中、右前部水線部に大破穴を生じた。たまたま1番砲塔の扉が開いており、爆風で作薬が引火した結果、戦死者23名を出した。被爆による負傷者は22名、他に複数隻、愛宕、マヤ、
最上、千曲、阿賀野、東賀損傷し、特に4隻、旅籠、高尾、真矢、最上、真内地海溝を要する被害を受けた。高尾、真横須賀に戻り修理を行った。高尾の修理は1944年、昭和19年、1月19日に完了。高尾、幕府、瑞宝、千代田、駆逐艦、初春、若葉、玉葉と共にトラックへ向かった。航海中の2月1日、高尾と玉葉は日雷と悪天候のため艦首が切断されて航行不能となった空母、運用の護衛を命じられた。追放隊と分離して運用隊と合流し、駆逐艦、さつき、しお、あけぼの、初島、白雲、玉波、浮波、岸波、等と協力してアメリカの潜水艦を撃退して、運用の栄光を実施。2月7日、横須賀に寄港したこの作戦で、高尾はアメリカの潜水艦1隻撃沈を報告している。2月15日、パラオに向けて出港した。その後はパラオ、リンガ白地、タウタウイ白地で訓練に従事する。1944年、昭和19年、6月19日、高尾はマリアナ沖海戦に参加した。前衛部隊として第一戦隊、ヤマト、武蔵、等と共に戦い、この時、木の絵部隊、小沢艦隊から発進した日本軍攻撃隊を敵編隊と間違え、無限降格砲で誤射している。この事故で数機が墜落した。24日に日本に戻り、7月20日にリンガ白地に進出した。マリアナ諸島の戦いに敗れた日本陸海軍は同年秋、本土と南方資源地帯を結ぶ用地であるフィリピンへの反攻を始めた米軍を迎え撃つことになり、レイテ沖海戦が世紀した。10月22日、第4戦隊、旅籠、高尾、鳥海、真矢、幕栗田武雄中将指揮の第一遊撃部隊、通称栗田艦隊に属してフィリピン諸島のレイテ湾に向けてブルネイを出撃した。10月23日、パラワン島沖を航行中の6時34分、アメリカ潜水艦ターターの放った魚雷2本が高尾の右舷魚雷発射管真下と右舷を甲板に命中し、右側に傾斜した。高尾は戦死者33名を出し、第3、第4カマ室を破壊され、外軸スクリューも失って大破、洋上に停止した。第31駆逐隊の駆逐艦長波と朝霜が高尾の警戒に従事した。高尾では真水タンクも破損し、海水を蒸留して水を作って釜を炊いたため、6から11ノット発揮可能になったのは21時であった。21時44分、高尾は撤退を開始。ダーターの追撃を受けたが、護衛艦や高尾水蒸気の警戒により襲撃の機会を失い、その後ダーターは座礁して自沈した。10月25日17時14分、朝霜や水雷艇、日踊り、見護衛され無事ブルネイに到着した。なお本海戦で高尾と共に日雷した姉妹艦2隻、旅籠、真矢は沈没し、海戦以来各地を奔走してきた第4戦隊も事実上壊滅した。鳥海は第5戦隊、妙高、羽黒に臨時編入され、25日のサマール島沖海戦で沈没した。4隻健在だった高尾型従順は3日間で高尾1隻となってしまった。11月8日、高尾は駆逐艦キヨシモに護衛されてブルネイを出発し、11月11日にシンガポールへ到着した。旅籠の陸務員の一部は補充として高尾に配属されていた。間もなく空襲で大破した従順洋艦妙高もシンガポールに入港し、同艦の緊急修理が行われた。12月中旬、妙高は内地祈祷のためシンガポールを出港したが、潜水艦に雷撃されて大破、従順羽黒に栄光されシンガポールに戻ってきた。1945年、昭和20年1月5日より、高尾、
ワドライドックで修理を行うが、舵取り機室の油圧ポンプの修理ができなかった。11日、 B 290重爆を初砲と降格砲で迎撃する。初砲37発、降格砲481発を消費し、 B 29を一気撃墜した。2月1日の空襲では、妙高と高尾で対空射撃を行った。同時期には人員も次第に転勤し、幹部も相次いで退官した。3月になると本土に戻るために修理が行われたが、火事の修理ができず内地開港は断念されるに至った。シンガポール防衛のため東方残留が決定される。5月初旬、公務部桟橋のそばに固定係留されることになった。艦尾を切断し応急防水措置を施した状態で闘病した。迷彩も実施された。対空戦闘関係者と機関部保安員を除く大部分の乗組員は臨時陸戦隊員となり、機銃は付近の陸上陣地に移動された。同年7月31日、シンガポールのセレターコーデイアン・エドワード・フレーザー隊率いるイギリスの小型潜水艦 XE3 と同行した潜水隊員ジェームズ・ジョセフ・マグニスによって仕掛けられたリムペットマイン吸着式次元機雷が高尾の第3砲塔右舷管底で爆発した。ストラブル作戦、幅 3M 長さ 8M の亀裂が生じ、下部電信室に浸水があったものの負傷者はなく損害は軽微だった。この後も主艦と補給類、発電機などは使用可能であり、自力での東洋業通信、電力供給などが可能な状態で8月15日終戦を迎えた。終戦時の高尾乗組員は817名。第10方面艦隊司令部が高尾を使用するため157名が残留し、艦長以下660名がマレー西岸バトパハに移動を命じられ、約2年間の強制労働を強いられた。降伏処理などが進められる間、高尾と妙高はシンガポールにおける人員宿泊、多艦船の修理、通信などの担任母艦ホテルシップとして使用された。高尾は第10方面艦隊司令部が使用した。降伏調印式が行われたその後、イギリス海軍に接収されたが、引き渡しを受けたイギリス海軍は高尾と妙高の2隻を自沈処分とした。妙高は1946年、昭和21年7月8日にマラッカ海峡で処分され、8月10日に除籍された。高尾の処分要領は9月25日に伝達された。10月27日にイギリス海軍によってマラッカ海峡に曳航され、艦底に爆薬を設置。10月29日夕刻、キングストン弁を開き機関室への注水を開始。午後6時30分に爆薬に点火した後、軽巡洋艦ニューファンドランドの砲撃によって午後6時38分に高尾は艦尾から沈没した。1947年、昭和22年5月3日、書籍妙高と高尾は妙高型と高尾型のネームシップ同士であり、同一船台で建造され、同一海戦で大破し、その2隻が終戦時同じ場所に居合わせ、ほぼ同じ地点で自沈処分されるという奇妙な縁を持つことになった。戦争を生き抜いた希少な艦船であり、高尾型は当時世界最速の重巡洋艦であり、世界最大の魚雷も搭載していたため、日本最強の重巡洋艦とも言われているのだ。ご視聴ありがとうございますなのだ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いしますなのだ。